私が14、5歳の時、森林太郎。過去の生活は食ってしまった飯のようなものである。飯が消化せられて生きた汁になって、それから先の生活の土台になる通りに、過去の生活は現在の生活のもとになっている。またこれから先の未来の生活のもとになるだろう。しかし生活しているものは、ことに体が丈夫で生活しているものは、誰も食ってしまった飯のことを考えている余裕はない。私は忙しい人間だ。過去の生活などを考えてはいられない。もう少しじいさんにでもなって、現在が空虚になったり、未来も排気症の下の空気のように次第に希薄になってきたら、気をでも顧みてみるだろう。とにかくまだそこまでは遠いように思っている。私は名士だから問うのだそうだが、その名士だというのも少しおかしい。実は私自身ではまだ何一つ成功しているとは思わない。もちろん今も何か成功しようとは心がけている。今からだと思っている。それも空想に終わるかもしれない。ただそう思っているだけは事実である。私が14、5歳の時にはどうであったか。記憶はすこぶるぼんやりしている。私の記憶は何か重要視するものに集中しているのだから、その他のものに対してはすこぶる信頼しがたいのである。それだから自身の記憶なんぞに対してはすこぶる灰色になっているのである。あるいはまるで消滅していないかもしれないが、少なくも土蔵のごく奥の方にしまい込んであると見えて、ちょっと出してお目にかけにくい。私は石見の国鹿野足郡津和野町に生まれたものだ。43,000石の亀井様のご城下で、山の谷合いのようなところだ。冬になると、野獅子が城下に出て荒れ回る。そうすると父は竹槍を持って出かける。私はお母様と雨戸を閉めて家に入って、雨戸の節穴から野獅子の雪を蹴立てて通るのを見ていたのだ。その津和野から東京へ出てきたのがお尋ねの14、5歳の時であったと思う。どうも、何年何月であったか、空には覚えていない。父は亀井様の爺のようなものになって出るので、私はついて出たのだ。今の伯爵のおじい様なのだ。向島須崎村にお屋敷があった。私は本郷行き殿坂のドイツ語を教えている学校に入った。そこへ通うには、向こう島からでは遠いから、神田小川町の西天音という先生の家に置いてもらって、そこから通った。土曜日には向こう島へ行く。日曜日を一日遊んで、西の屋敷へ帰る。その頃は、吾妻橋の下の私を渡るのであった。父から一週間の小遣いに一朱もらうのが礼になっている。一朱では諸君にはわかるまい。6,002厘5毛である。それを使うのに、渡船だけ残しておかねばならないのであった。渡船は文久一つ、すなわち1厘5毛であった。ところがある時、日曜日の朝、向こう島へ行くのに、その文給がなかった。そこで大いに困ったが、
私場のそばに材木問屋があったのを見て、その帳場のじいさんに、渡船にするのだが、文休を一つ明日まで貸してくれまいか、と言った。じいさんが、ええ、朝っぱらから忌々しい、と言いながら、とにかく文休を出してくれた。私は言い草が尺に触らぬではなかったが、必要に迫られて借りた。翌日にそれを持って行って返すと、じいさんはいらないと言った。私は腹が立ったから、文休をじいさんの顔に投げつけて、一生懸命かけて逃げた。ちょっと思い出したのはこんなことだ。